して今日はね5月の11日で、まあこんな感じで、落葉樹林たちが、もう新緑をつけてますね。この動画のコースは三尾の峠を通過して高丸山と旗立山を登って高丸山荘を通過して元の場所に帰る周回コースです。高丸山は徳島県の上勝町と那賀町の境に所在していて標高は1438メートル、一方で旗立山は上勝町に所在していて標高は1286メートル。コースは整備されていて親しみやすいコースだと思いました。ここは水場のようですね。よいしょ、水出るんかな。うん、ちょっと出るんかな。大きいですね。高丸山荘と高丸山山頂ですね。先に高丸山山頂行くんで、こっち左側行きましょう。で帰りに、こっち側ですね、高丸山荘ですかね、こっちを通って帰ってくるんでこっちから行きましょう。ここは三尾の峠ですね。西峰山と高丸山、こちらの分岐になってますね。高丸山の頂上に行くので右側ですね。まあこんな感じでね、巻きながらこう斜めに登っていくようなこう優しい感じの道ですね。そしてまあ見上げればこの新緑のアーチっていうか、まあトンネルっていうか、そんなところで歩いてる感じになりますね。なんか癒しされる感じの道ですね。ところどころにこうツツジの羽が散ったような跡がありますね。もうすでに終わっちゃってるのかな、花の時期は。ちょっと開けてきましたね、この山頂ですね。高丸山、到着ですね。標高が 1438.8メートル。 今日は、こんな感じで雲が少なくてね、見渡せますね。こちらがですね、山頂から北西側にある雲荘山ですね。ここから見ると、雲荘山のこの山容、このなんていうか雄大さがよくわかる感じがします。
で、ここからね、縦走路が続いてて、まあ、結構な時間かかるんですけど、雲荘山までね、アクセスすることができます。そしたらね、今から旗立山の方に行こうかなと思います。登りはね、こっちの方向の、南側から登ってきたんですけど、帰りは、北側ですね、こちらから降りていきたいなと思います。降りていくと旗立山の分岐があるんで、そこからね、旗立山に、アクセスしていきたいなと思います。まあ、少しだけですけど、ツツジが、咲いてますね。では、降りていこうかなと思います。うわ、ちょっと怖いな、やばい。視線を上に上げてみましょう。はい、旗立分岐まで来ました。右のね、脇道に行くと、帰っていく、駐車場に帰る道ですね。そして、まっすぐ行くとですね、旗立山の方向に行くと思います。さっきの分岐から、北東の方向に尾根沿いに進んでいく感じですね。ちょっと今日は初めて行くんですけど、まあどんな感じかなと。道もね、こんな感じで、まあ、そこそこ生まれてるんで、登りやすそうな雰囲気ですね。右手側が針葉樹林について、右手側が広葉樹林、なんか分かれてますね。下は、道路が車道ですね。車道がありますね。ちょっとでは、こっちに細い道があるんだ。ここから降りれるかな。あ、だって降りる道あった。さて、降りてきたのはいいんですけど、山はどっちかな。なんか地図見るとこっち左っぽいですけど。順路って書いてますね。これ違うだろ、こっちでしょ。お、なんか見てくれ、看板がある。これかな。きっとこれだ。旗立山とは書いてないけど、きっとこれでしょ。ちょっと階段っぽいものが見えますね。せっかくの階段が障害物になってる。
おお、なかなかの急斜面。よいしょ。さあ、旗立山、到着しました。1287メートル。絶景と思ったら、絶景はちょっとないようですね。樹木に囲まれた、静かなところという感じです。鳥の鳴き声がね、なかなか心地いい感じです。なんていうか、ここまで来るのに一番最後は急登でしたけど、車道に出るまではなかなか緩やかで、小さなアップダウン、こんな感じの道を通ってここまでたどり着いたような気がします。ではこれから旗立山を降りてね、さっきのね旗立山の分岐まで戻って、高丸さんの周回コースをクリアしようかなと思ってます。シャクナリが咲いてるじゃん。ちょっと削らんかったよ。危ない。さあ、旗立山を降りてきました。あずま山の奥に、大きな山が見えますけど、これが高丸山ですね。ここから見ると結構大きい山ですね。こちらの、高丸山の、登山口から道まで登っていきましょうか。旗立山をね登った、理由としてはね、コースを充実させたいというものがあって、行ってみました。さあ、旗立分岐まで、帰ってきましたね。これはね、右側の、なんていうんですか、巻き道みたいなところですね。ここを行くと、駐車場に帰りますね。登山口の駐車場まで帰っていきました。